はい、こんにちは、泉ひなです。今日はですね、よいしょじゃじゃーん、1ヶ月ぶりにイケアオンラインでね、ちょっと通販でたくさんね、家具とかなんか家で使えるものたちを購入してきたので、この購入品紹介をしていきたいと思います。送料はプラス1000円かかってしまうんですけれども、今回は1万円以内のお買い物をしました。1万円以内なんですけど、安くて可愛いものたくさん購入したので、ぜひ見ていただければ嬉しいです。ということで、レッツすごい、なんかこれ前ついてなかったと思うんですけど、箱の中にカタログが載ってました。これめっちゃ嬉しい、いいやつなんか探しやすいですね。実はこれね、1点目、じゃじゃん、こちら花瓶を購入したんですけれども、これがペッパンコルンという名前の花瓶で、1点1499円のブルーの花瓶です。で、実はこれはですね、じゃじゃん、あそこにあるこの花瓶と同じものなんですけど、実はね、この花瓶割れてるんですよ。私が割っちゃいました。ちょっと割れてて危ないんですけれども、ここあんまりね、まあ近寄らない場所だし、ちょっと置いといて、今まだ花入れてるからさ、あれ入れる花瓶がないなと思ったので置いといたままにしといたんですけど、まあこれがね、やっと届いたのでこれに入れ替えます。私この花瓶本当に一番お気に入りなくらいお気に入りだったのにさ、買ってすぐに割っちゃったので、本当にもうその日は泣いたんですけれども、もう1500円とね、こんな安くて可愛くて大きめの花瓶ってイケアくらいでしか売ってないので、もう仕方ないなと思ってこれもう一回買いました。これはこんな感じでさ、なんかこう牛乳瓶じゃないけど、なんか試験管みたいな、科学の授業で出てきそうな形なのがすごい可愛いのと、青っていうのがまた雰囲気があって可愛いと思うのでね、もうこれほんとイケアで花瓶買うならすごくおすすめです。なんか枝とか桜とか、なんかそういう大きめのものを飾るのに私はよく使ってます。じゃあ次はですね、じゃじゃーん、こちら最近私がハマりにハマっているキャンドルを購入しました。最近半身浴にハマりまして、家にあるキャンドルをもう使いに使ってるわけなんですよ。で、このままじゃほんと数ヶ月でなくなるぞと思ったので、IKEA はキャンドルすごい安くて可愛らしいものが多いので買っちゃいました。まあ正直今回の IKEA のお買い物はですね、キャンドルがメインと言っても過言じゃないです。で、このキャンドルがフェノーメンという名前で、香りなしブロックキャンドルが5個セット、いろんな大きさで入っているキャンドルが999円で買えました。キャンドル990円って本当に安いんですよね。キャンドルって意外と通販とかで買おうと思うとかなり高くて、まあ雑貨屋さんとかでも結構いいお値段するんですけど、 IKEA だったらこういうシンプルなさで、めっちゃ入ったキャンドルが1000円で買えちゃうということで、めっちゃ安いのでやっと買ってみました。まあ IKEA キャンドルね、持ってる方も多いと思うんですけど、デビュー嬉しい。まあ香りはないので、これは本当に見た目重視っていうか、なんか炎とかに癒されることが多いかとは思うんですけれども、これね、使って半身浴とかしていきたいなと思ってます。で、実はですね、ちゃちゃん、またキャンドルを買っちゃいました。これはルーガという名前の香り付きのキャンドルです。さっきのが香りなしなんですけど、これがソフトバニラの香りで、3個で799円で購入できました。安くない？だって結構大きいサイズで、でね、ほら物によってほら色が違うので、見た目もさ、色味もすごい可愛くて、私の家にも馴染みそうな感じで、高級感もあるのに800円ってめっちゃ安いですよね。これもさ、使わない時はインテリアとして飾って、で半身浴とかする時にさ、火つけて、まあ癒されたいなと思ってます。今箱に入ってる時点ですごくバニラのいい香りがする。私バニラの香りめっちゃ好きだから嬉しいです。なんかさ、今回めっちゃ梱包がしっかりされてる、絶対割れない。で、こちらのキャンドルたちですね、生身で入ってるんですよね。ということで、キャンドル用のお皿を買わないと思って、こちらのですね、シンプルなガラスのお皿を購入しました。で、これがグラーシグっていう名前のキャンドル皿で、1.89円で購入できました。めっちゃ安くない？もう大きさ的には本当に手のひらサイズくらいで、ちょうどね、このキャンドルが上からポンと乗せれるくらいのサイズ感です。89円ってめっちゃ安いんですよね。キャンドルトレイね、他にもいろいろあったんですけど、これ一番シンプルだしね、安かったし使いやすそうだったので、今回はこれにしました。シールがダサいから外しちゃおう。このさ、シール私いつも剥がすの苦手なんですよね。あ、でも綺麗に剥がれそう。はい、近くで見るとこんな感じです。こうやって丸型のね、円錐のキャンドルが乗せれるようになってるので、お風呂で使う時とかさ、やっぱロウとか垂れたりもしますし、これを使おうと思ってます。キャンドルトレイもさ、こんなシンプルで使いやすくて89円でめっちゃ安い、本当に最高すぎる。こちらね、使ってみましたが、このトレイもね、やっぱいいですし、めちゃくちゃ癒される。今回は香りなしの方を使ってみたんですけど、物を見てるだけでね、ちょっと見てないで
ですよね。ということで今からお風呂で癒されたいと思います。じゃあキャンドル系は以上なので、次は食器類を紹介します。じゃあまず1点目はこちらのマグカップを購入しました。これはガラス製のマグカップなんですけど、これを実は2つ購入しました。近くで見るとこんな感じの本当にシンプルな形ですね。このマグカップはステルナっていう名前のマグカップで 1.79 円で購入しました。めちゃくちゃ安いです。まあ、見た感じ本当にシンプルなガラス製のマグカップなんですけど、持ち手はねちょっとまあ持ちにくいっていうか、こんな感じで持つ感じになってます。なんか私マグカップね家にいっぱいあるんですけど、結構柄物とかが多くってシンプルなものが一つもなかったんですよね。結構さ、おしゃれにしたい時とかはこういうガラスのシンプルなやつに入れたいなって思っててちょっと買っちゃいました。なんか朝コーヒーとか飲む時にこれに入れて飲みたいなって思ってます。まあ友達とか来た時におしゃれにしたいので一応今回安いし2個買っちゃいました。これこんな感じで多分ねもう積み重ねて置いておけるのもすごくいいですね。じゃあ紅茶入れてみたんですけれども、まあシンプルに可愛いですし、なんか持ち手とかも意外と持ちやすいですね。まあシンプルに使えます。じゃあ2点目はじゃじゃん、こちらの食器を購入しました。これめっちゃ可愛くないですか。これがストリミグという名前のグレーのお皿で 1.299 円で購入しました。安定でお皿が安いしすごく可愛い。これは直径 21cm の大きさでですね、結構まあおかずとか乗せるときにすごく使いやすいなと思って、これくらいのサイズ感のお皿が欲しかったので購入してみました。なんかね私結構お皿は青系とかグレー系が好きで、なんかちょっとシックな感じに見えるので今回もグレーを購入してみました。とこんな感じでお椀型になっているのでご飯とかもまあ入れやすいですし、他にもね結構この同じデザインでピンクの色とか持って、それもめっちゃ可愛かったからね、まあ、正直めっちゃ可愛いから他の色もねまた IKEA で買う機会があれば買おうかなって思ってます。まあでもさ、こんな使いやすそうなお皿299円でめっちゃ可愛いっていうのはもう最高なので、ぜひチェックしてみてほしいな。朝ごはんとか入れるのもさ絶対これ使ったら可愛く映えそうです。じゃあ次はですね、ちゃちゃん、こちらベッドシーツを購入しました。地味に IKEA のさベッドシーツ私買うの初めてなんですけど、これめっちゃ可愛いんですよ。このベッドシーツがクングスブロマっていう名前の掛け布団カバーと枕カバーがセットになったもので 1.2999 円で購入しました。これはわかるかな、なんかねこのホワイトなんですけど縁のところがグレー青っぽい感じで線が縁取られてる感じで、これがすごいホテルライクな感じの見た目だったので絶対可愛いなって思ったんですよ。私ね家にベッドシーツがあの今使ってる白のやつしかないので、なんか洗ってる時とかにねベッドシーツないのとかすごいだるいし、しかもなんかちょっと気分でさ変えたいなって思ってたので今回も白を購入しました。正直なんかねベージュっぽいあの花柄のベッドシーツともすっすごい迷ったんですけど、やっぱりこのホテルライクな感じの見た目がさ可愛すぎてこれを買うことにしました。今は白のシーツにさ縁がこうフリフリになったやつなんですけど、これはこれですごいシンプルでちょっとかっこいい感じになるので、また全然雰囲気が違ってくるんじゃないかなと、すごいつけるのが楽しみです。でサイズがベッドシーツ掛け布団カバーの方が 150×200cm で、枕カバーが 50×60cm のものを購入しました。まあシングルサイズのやつですね。ベッドシーツも本当にいろんな種類があったんですけど、私的にはこれが一番可愛かったです。Stockholm, Stockholm. I never wanna go home.
はい、そしたらこんな感じになりました。やっぱりシンプルだし、ちょっとホテルっぽくてすごく可愛いです。ただここのね、端っこに紐とかがついてないから、もしかしたらシーツの中で布団がね動いちゃうかもなとは思いましたが、まあでも見た目的にはすごく気に入ってます。じゃあ次、最後この大きいやつですね。これは何かというと、棚を購入しました。でちょっとこれは実際組み立てる様子の時に映ると思うんですけど、一応写真ここに載せておきます。これがレールベリっていう名前のシェルフユニットで、ホワイトで 1.2499円で購入しました。このね、レールベリっていう棚は結構おしゃれなインスタグラマーさんとか、韓国のねお部屋載せてるインスタグラマーの方がすごい載せてるのが多くて、私ね今こういう飾り用の棚っていうのがなくて、まあかろうじてカラーボックスの上にちょっとね飾りを載せているくらいなんですけど、お花とか観葉植物とか飾るのにもすごいいいなと思ったし、ちょっとねどこに置いても結構雰囲気が出そうだなと思ったので、安かったし購入することにしました。実は前 IKEA で3万円もお買い物した時に、これを買おうとしたら近くのねオンラインで取り寄せられるところでは売り切れだったんですけど、今回はさ売り切れじゃなかったし、小物配送として取り扱ってくれたので買っちゃいました。結構これは高さもあるので観葉植物とかそういう絵とか飾るのにもいいんですけれども、プロジェクターもね置けてそこから投影できればいいかなと、まあまだ想像の段階なんですけど考えてます。まあでもこれがあるだけで絶対さ、もうだいぶちょっと部屋がもう完成するんじゃないかなレベルなので楽しみです。限りなく青い空に心震わせ、あれこれ、あれ間違えたかな、ここまで来て全部間違えた、間違えたな、あーだるい、めっちゃ間違えた、もう暑い、はい全部外します。いいじゃないかね、じゃじゃーん、この棚はこのテレビの横に置いてみました。ここがね、その底の配線がちょっと気になってたので、これだったら綺麗に隠せるかなと思って、もともとこの棚のは欲しかったので飾ってみたんですけど、よくない？観葉植物も綺麗に置けるし、あとはねキャンドルとかも置いてます。今回買ったね IKEA のものを置いたりとか、あとはこのアレクサのエコーとかもテレビの横に置いてた、ちょっとバランスが悪かったので
ここに置いてみることにしました。正直ここはまだね完成形ではなくて、なんかもしかしたらもうちょっとなんかディスプレイ変えるかもしれないんですけど、今はこれでいい感じです。まあ遠目で見た感じでもバランスは良くなったんじゃないかなと思ってます。はい、とこんな感じで今回の IKEA 購入品の紹介は以上になります。はい、ということで、まあ、前回ほどではないんですけど、今回もちょっとねちまちまいっぱいIKEAで購入してしまいましたが、こんだけ買ってさ1万円以内ってめっちゃ安いですし、どれも絶対に使えるしね、もう一人暮らしの皆さんには参考にしてほしいものばかりなので、ぜひね IKEA オンライン、まあ、送料1000円なんですけれども、でもこんなさ大きいものがいっぱい届いて、あの全部で1000円なのでそんなに高くないんじゃないかなと思ってね、ぜひ参考にしてみてください。はい、ということで今日の動画もいかがだったでしょうか。 IKEA オンライン見たくなったとかね、ベッドシーツ気になる、キャンドル欲しいなって思ってくださった方、チャンネル登録と高評価お願いします。 YouTube の他にも Twitter、Instagram もしておりますので、ぜひフォローをお願いいたします。ということで今回も最後までご覧いただきまして誠にありがとうございました。